実進数の場合、それぞれの桁が10のべき乗を表しています。例えば1の位は10の0乗、数字は0乗すれば必ず1になります。10の位は10の1乗の位、100の位は10の2乗の位、1000の位は10の3乗の位、1万の位は10の4乗の位といった具合です。この各位の重み付けの基準となる値のことを奇数と言い、十進数の奇数は10です。二進数の場合、奇数は2ということですから、それぞれの位の重み付けの値は2のべき乗。八進数の場合、奇数は8ですから、それぞれの位の重み付けは8のべき乗ということになります。奇数が n となっている数値のことを n 進数といい、十進数の場合は n が10、二進数の場合は n は2です。十進数から n 進数へ変換する場合は、n で順番に割り、余りを並べていきます。例えば、137を二進数に置き換える場合、n の値は2ということですから、137を2で割って余りを出していきます。137を2で割ると68余り1、68を2で割ると34余り0、以下これを1になるまで繰り返していきます。次に余りを後ろから順に並べると答えは100010001ということになります。このように十進数から n 進数へ変換するには、基本的にはこれと同じ方法なのですが、2で割るのではなくって n で割ればいいのです。では、小数点以下はどうなっているのでしょう。例えば、十進数の 1.2345 という数字を考えてみましょう。1の位は10の0乗。小数点第1位はというと、これは10のマイナス1乗の位です。以下、10のマイナス2乗、10のマイナス3乗、10のマイナス4乗の位ということなのです。では、これらの数字が一体何を意味しているのかを見ていきましょう。0乗はどんな数字でも1なので、10の0乗はやっぱり1ということになります。10のマイナス1乗は10の1乗分の1という意味です。ですから、10のマイナス2乗というのは10の2乗分の1、以下10の3乗分の1、10の4乗分の1という意味です。ということは結局のところ10分の1、100分の1、1000分の1、1万分の1ということになりますから、これらを全部計算すると 1.2345 ということです。ですから、小数点以下第 n 位は10のマイナス n 乗、つまり10の n 乗分の1の位ということなのです。二進数の小数点以下は2のマイナス n 乗、つまり2の n 乗分の1で考えます。例えば、二進数の小数の 1.0101 を例にとってみましょう。整数の部分は2の0乗。小数点以下一番最初が2のマイナス1乗、以下2のマイナス2乗、2のマイナス3乗、2のマイナス4乗という意味です。0乗はどんな数字でも1なので、2の0乗は1です。2のマイナス1乗というのは2の1乗分の1、2のマイナス2乗というのは2の2乗分の1、2のマイナス3乗というのは2の3乗分の1、2のマイナス4乗というのは2の4乗分の1という意味です。これはそれぞれ2分の1、4分の1、8分の1、16分の1ということですから、これをすべて足し算すると 1.3125 ということになります。例えば、十進数の 0.8 を二進数で表現すると、0.11001100 の循環小数になるといった具合に、残念ながら十進数の小数を二進数に表現した場合、うまく表現できないケースがあります。n 進数一桁を二進数に変換した時の最大桁数は、2を何乗すると n になるかを計算すれば算出することができます。
例えば8進数1桁を2進数に置き換えた時の最大桁数は3桁ということなのですが、これは8が2の3乗だからです。ですから8進数1桁を2進数に変換した時の最大桁数はログ28、つまり3ということになります。もし8進数2桁を2進数に変換した時の最大桁数は2倍のログ28ということですので、6ということになります。このため N 進数 X 桁を2進数に置き換えた時の最大桁数は X 倍のログ2N で、逆に2進数 X 桁を N 進数に置き換えた時の最大桁数は X 倍のログ N2 となります。つまり奇数とは、数値を位取りしたときにそれぞれの位の重み付けの基準となる値のことです。奇数が N になっている数値のことを N 進数といい、整数の部分が N の0乗、N の1乗、N の2乗と続きます。小数の部分が N のマイナス1乗、N のマイナス2乗、N のマイナス3乗と続きます。N で順に割って余りを並べていくと10進数を N 進数に変換することができます。 N 進数1桁を2進数に変換した時の最大桁数は2を何乗すれば N になるかを計算すれば算出することができます。例えば8進数1桁を2進数に変換した時の最大桁数はログ28で3桁です。